皆さん、こんにちは。口は災いのもととはよく言ったものです。ましてや気分が高揚しているとき、周囲に自身の考えが近しい人がいるときなどには注意が必要で、不用意な発言が思わぬ炎上、毀損する場合があります。今回の青木治氏の発言に対する炎上も同じようなものです。それ単体であっても、かなり危険な思想の見え隠れする発言ですが、過去の発言もめくられ、今回の問題と紐づけて顰蹙を買っているようです。そもそもどんな問題がきっかけで炎上しているのか、そして過去にした人を侮辱する発言とはどのようなものだったのか、一つ一つ見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年9月12日に配信された政治メディアの YouTube チャンネルで、自民党支持層を念頭に劣等民族と発言したことが、SNS で批判を受けているジャーナリスト青木治氏。結局のところ青木治氏は、その後22日に放送された TBS 系サンデーモーニングに出演しませんでした。青木氏は定期的に同番組のコメンテーターとして出演しています。この日は、青木氏と同様の立場で定期的に出演している元 TBS 記者でニュースキャスターの松原浩二氏が出演し、さまざまなテーマについてコメントしていました。青木氏は12日の YouTube チャンネルの中で、ジャーナリスト津田大輔氏と対談しました。津田氏が冒頭で、人々はなぜ自民党に入れ続けるのか、という内容の講演を予定していると告げた際、青木氏は、一言で終わりそうじゃない。劣等民族、だからって、と、私見を示しました。津田氏は、単純な話ではなくて、いろいろなのがあるんじゃないか、と、深掘りする趣旨を説明したのですが、このやり取りが X で拡散されると、批判のコメントが相次ぎました。自民党と対峙する国会議員からもコメントが相次ぎ、立憲民主党の米山隆一衆院議員は X に、私は立憲民主党ですが、それでいいということではないけれど、一定の人が自民党に投票する理由はわかります。昭和芸能、それは決して、劣等民族、だからではなく、我々は正々堂々その理由に打ち勝とうとしています。劣等民族、などという考え方は何であれ極めて差別的で、決してリベラルなありさまではありません、などと投稿し批判しました。無所属の松原仁衆院議員も、文脈に関わらず、劣等民族、という表現そのものが不愉快です、と、投稿しています。さて、問題はここで終わりませんでした。青木治氏が雲隠れし、この発言について何も反応していないことが一点。そして、これは青木治氏のファンなのかアンチなのかわかりませんが、過去にこんな発言をしていたとする画像が拡散され、その内容があまりにもひどかったため、火に油を注ぐ事態となりました。動画で発言していることを時系列で見ていきます。青木治氏は、増添陽一さんと片山さつき、元妻さんの、夫婦生活、ってさ、俺、子供だったら絶対グレるよね、と発言します。それに対して共演していた久田正義さんは、大爆笑していました。青木治氏は続けて、世の中で一番想像したくないセックスだよね、と追い打ちをかけるような物言いをしたのです。どのような文脈で発言されたのかはわかりませんが、いかにせよ、この部分を切り取っただけでも十分相手を侮辱しているように聞こえます。これらの発言に対して、ネット上では再炎上しました。過去動画をさらに発掘されて、ドツボにはまるパターンやな。こいつらどこまで品性の下劣さを晒せば気が済むのか。典型的な朝鮮の男はあれのことしか考えない、の持ち主だね。下劣な脳みそでこれからは偉そうに喋るなよ。もしかして、TBS の番組制作から三文字の出演予定は9月で降板だと通知されていた。反日左翼の無理やりな意味不明でこじつけたコメントだったからね。増添にも子供いるのに、よくこんなの配信しよるな。子供なんて政治利用するものにしか見えてないか。過去に夫婦だった増添陽一と片山さつきのセックスをネタにして中学生みたいな悪口をしている動画も発掘された。青木治ってマジで幼稚だよな。一番想像したくないって、知っている全夫婦の想像をしていらっしゃるのかしら。つまり青木治氏は、
ある夫婦なりカップルなりを見ると、そのセックスを想像する性癖をお持ちだと告白しているわけですね。気持ち悪い人だな。居酒屋でする悪口を。ネットでやっていたのか、ネットリテラシー低すぎるぞこのジジイ、よく今まで大騒ぎにならなかったな。はっきり言って、いい年してこういうこと言うのは、気持ち悪い。安倍氏の国葬でやらかしていた連中と同じレベル。というか、その界隈の輩だから当たり前か。しょうもないジャーナリストもいたものだな。品性下劣というか、こんなのがテレビに出て偉そうなことを言っているのかと思うと本気で腹立たしい。俺、自分の親がこんなやつだったら絶対グレるぞ。上記のコメントの中にもありましたが、よくこれまで大きく取り上げられなかったなという感じがします。昭和芸能、もう一つの発言も同じような場で発言しています。津田大輔氏のネット番組で、自民党に投票するのは劣等民族とナチスそのままのヘイトスピーチをした青木治氏でしたが、高市早苗は口裂け女のイメージとも方言しました。団塊世代にこびる奉還左翼は常にギリギリを求められているのがこれでわかりますが、炎上したら逃げ回る、隠れ回るのがダサすぎる所業と言えるでしょう。この発言がなされたのは数年前のことで、俺が子供の時にイメージしていた口裂け女が高市早苗と発言していたとのことです。女性を容姿でバカにして化け物に例えるというアウトな行為を平気でやっていました。これを見ただけでわかることは、一切キャンセルも批判も問題視もされない左翼特権ってすごいなということです。シャブ漬けと言っただけでキャンセルが巻き起こった出来事がありましたが、一方でマスコミに問題視されながらこちらの話題は一切スルーです。事実ではないにせよ、左翼利権とマスコミが癒着しているのと一緒の構図であるということを考えておく必要があります。これについてもネット上では炎上しています。口裂け女は私を見て美人とか聞いてくる妖怪だろ、竹千乃は私を見ろとは主張するが、美人とは言わんから違うでしょ。それでフェミさんが怒り出さないってのがもう正体が見えるよね。誰の書いた記事、こいつを使う TBS もアウト。これだよな、曲の肩張りも同じだってことだろ。報道特番が政府の理由がわからん。フェミさんたちはよ、口裂け女っちゅう発想はないな。さすがに顔出ししながら人様の顔を愚弄するってすげえよな。どの面下げて物申しているのか。人としてどうなん。ルッキズムは差別主義者やぞ。完全な差別主義者で。もう笑える。青木さんはもっと刺激的な発言しているで、ジャーナリスト青木治氏が継承する21世紀の日本のジャーナリズム。ちなみにこの映像は、数年前のニコ生タックルズで飲酒しながらの発言で、流暢にベラベラ喋った様子です。青木氏が現在話題の自民党総裁選の報道で、高市早苗氏をテレビで見るたびに、口裂け女を想像していると思うと滑稽かもしれません。三文字での言動とのギャップがすごい。驚きませんけど、左派の口汚さは、結局政策については何ら反論できないから、こうやって容姿や関係ないところで卑下することしかできない。妖怪ジャーナリスト、自民党に投票する広島県民を劣等民族とバカにする青木治氏は、高市早苗氏の容姿を口裂け女のイメージがあると侮辱するのは最低ですね。辛辣な言葉になりますが、青木氏は人間失格の差別主義者ですね。ヘドが出る。女性の容姿に対してこういう発言をする人はテレビに出しちゃダメだな。死神メガネじゃん。これらの発言を一部の野党支持者はどう考えているのか聞いてみたいものです。いかがだったでしょうか。今回はジャーナリスト青木治氏の問題発言について見てきました。そもそも発想の根源が自らと意見の異なるものの誹謗中傷は厭わないという考えがあるのだと推測されます。これまで出演番組で大層なことをコメントしてきましたが、今後ジャーナリスト活動を行っていく上で相当なダメージとなることは間違いありません。青木治氏本人は沈静化するのを待っているのかもしれませんが、一時の間大きく話になるでしょう。まずはご自身の説明責任を果たす必要がありそうです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。